マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエッターにおすすめの食品をわざわざ選んで食べているのに1キロも痩せないなんてことありませんか？待ってください。その選んでる食品が痩せない原因になっているかもしれません。そこでこの動画では太ってしまうダイエット食品がわかるんです。もしあなたが美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。今すぐやめて太るダイエット食品についてお話ししていきます。話の流れはこちらです。1つ目の項目、なぜこの食品で太ってしまうんでしょうか。2つ目、太るダイエット食品とはということで詳しくお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜこのダイエッター向きのね、食品で太ってしまうのか、その理由が3つあります。1つ目、食品添加物がたくさん含まれているから。2つ目、味覚障害になってしまうから。3つ目、腸内環境を乱してしまうからのこのポイントなんですね。それぞれお話ししていきましょう。まず1つ目の食品添加物についてですね。そもそも食品添加物を召し上がってしまうということはイコールですね、あなたの腸や肝臓にものすごく負担をねかけるわけです。まあ、例えて言うならこう仕事量がね、まあ、半端なく増えるわけですよ。私たちもそうですよね。仕事に行ったでこうね、想定外の仕事がこう山のように入ってきたら、もうああもうって思いますよね。そういった環境を常に与えてしまっているということなんですよね。そうすると働けるものも働けなくなってしまいますよね。こう疲れちゃう。その時にどういうことが起こっているかというと、結局あなたが一生懸命ねこれがいいんだと思って食べているものがですね、そもそも消化や吸収ができなくなってしまうんですよね。そこでどんなことになっていくかというと、あなたはどんどん痩せるホルモンの材料、栄養が取れない栄養不足に陥ってしまうわけです。でそんな状態で一生懸命ね何を食べてももうあれしてこれしてってあると思うんですが、もう一向に体重が減らないと、まあ、プラス栄養不足になってしまって健康も害してしまうのがこの食品添加物なんです。ではここから2つ目の項目ですね。なぜ味覚障害になってしまうのかというところで、先ほどの食品添加物の中でも特にこの人工甘味料です。ここが原因なわけですよね。これは甘さは砂糖の数百倍あるんですよね。なのにこのカロリーが低いと、もう自然界ではありえないようなね環境になってるわけです。そうすると脳がねおかしいなって混乱してしまって、ますますあなたにいやいやいやって、こんなに甘いもの食べてるのにねカロリーがないなんてね命の危険だって察知してしまって、ますます糖質甘いものをね食べろ食べろって命令するわけですよね。そうするともっともっと甘いものを欲しくなってしまって、もう味覚がそのおかしくなってしまうわけですよね。おかしいなって、なんでさっき食べたばっかりなのになんでまた食べたくなるのと、もう食べても食べて もう満足できないと、そういった環境にまあなってしまうわけですよね。そしてそのさらに危険性ということで、まあ、ますます甘いものが欲しくなる、プラスアルファ満腹中枢の反応鈍くなってしまうので、とにかくねやめられない止まらないで過食になってしまうわけですよね。で結果やはり食べ過ぎますと、まあ、3つ目の項目のところに移りますが、腸内環境にまあ負担がかかるわけです。なぜかというと食べ過ぎるということはそれだけ腸に負担をかけるわけですよね。いやもうこれ以上ね消化吸収できないよって、まあ、ヘトヘトになってしまうということはイコール腸が動かなくなると結果太ってしまうと、まあ、そういったね負のスパイラル、どん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 あなたは陥ってしまうわけですよね。そしてやはりこの中毒性があったり味覚の障害が起こったりと、もうこれはですね今すぐやめた方がいい添加物、まあ、イコール人工甘味料ですよということになります。ではここから2つ目の項目に入ります。太るダイエット食品とはということで、具体的にこういったものが入っているものがイコール太るダイエット食品ですよということで覚えていただきたいと思います。まずはこちらです。人工甘味料のうち、まあ、2つに分類されるんですけれども、そのうちの1つが合成甘味料、もう1つは糖アルコールになるんですが、この合成甘味料っていうのがもう本当にね
人工的に作られた発がん性リスクとか脳障害とかそういったことがね問題視されているものになるので必ずチェックしてくださいね。アスパルテーム、アセスルファム系、スクラロース、ネオテーム、サッカリンとこういったものが入っているもので、こちら糖アルコールはまあ天然の、ね、ものからその取り出したものなんですけれども、比較的お砂糖よりも甘さ控えめと言われてますので、この合成カーメルに比べるとまだね、まだマシかなですが、ただやっぱりね天然のものに勝るものはなしということで、私はどうしてるかというとお砂糖は使わないんです。もちろんこれは人工甘味料とかね、あのカロリーゼロで甘い甘味料売ってますよね、よく。あいたのじゃなくって、蜂蜜とかメープルシロップとかそういった天然のね添加物が入っていないものを使っているんですね。で、例えば糖アルコールに分類されるのがキシリトール、マルチトール、ソルビトール、エリスリトールということで、こういったものがいっぱい入ってるねダイエット食品は選ばないでくださいねっていうこと。例えばよく見かけるのはあのプロテインバーとかね、カロリーが低くてタンパク質が取れますよって運動の後に食べてくださいとか、ああいったバーもそうですし、そもそもプロテイン飲料にも入ってる場合が多いです。なのでやっぱりプロテイン飲料も無添加のものを選んでいただきたいなって思うんですよね。で、特にポイントは動物性のホエイでできたプロテインと大豆の方ですよね、が動物性と植物性のプロテインを半々で召し上がるっていうのはやっぱりバランスはいいですよね。ただ基本は無添加になります。で、あとよくねあのダイエッターの方がお好きなサラダチキンとかよくスーパーとかコンビニで売ってると思うんですけども、ああいったのもですね美味しくするためにもどうしてもこういったものが添加されている、あとは化学調味料とかね、そういったものなんて書いてあるかというと、調味料かっこアミノ酸などとね書いてあるものが化学調味料ですから、ああいった添加物たっぷりでねいかにもダイエットに良さそうっていうね表示がしてあるものはもう完全にカットしていただきたいなと思います。で、またね食品ということで、食べ物以外にも実は、お菓子であったりとか飲み物ですね、こういった嗜好品の方もですねいっぱいこちらね入ってます。特にペットボトルの甘いカロリーオフの、ダイエット飲料とかですね、そういったチョコレートとかも、糖質がね 70% カットとかオフだからこれ食べたらねカロリー低いよなんて書いてるチョコレートとかよく見かけませんか。ああいったのもこういったね人工甘味料がたっぷり入ってます。ですからそのようなものをねダイエット中だからでもちょっと食べたいからとか言ってわざわざ選んで買われてる方はですね今すぐやめた方がいいです。私も食べません。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめはいかにねダイエット向きな食品であったとしても原材料に人工的な甘味料ですね、そういった添加物が入っているものは逆に太ってしまうんですよということをお伝えしました。もしあなたが知らずに食べていたとしたら今すぐやめましょう。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。